男性はこんなことを言ってくれる女性のことを本能的に好きになってしまうんです。こんにちは、小川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで恋愛や仕事など新たな日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また僕への個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションまでお越しください。男性にとって女性から言われて嬉しい言葉がある。嬉しいというだけではなくてさすがにそれを言ってくれる女性のことは好きになってしまうよね。そんなセリフがいくつかあるんです。今日は男性が本能的に好きになってしまう女性のセリフ、これを代表的なものを7つご紹介をしていこうと思います。男性女性それぞれね、思い方とか考え方とか言葉に対する意味付け解釈が違ったりすることもあったりするので、その辺の男女の具体的な差をね埋めていきながら恋愛をどううまくやっていくかという話についてこういうセミナーで詳しくご紹介もしています。こちらに画像が出ていまして日程場所は下の概要欄説明欄にリンクが出ています。こちらにも同様のリンク出ていますからこちらから日程場所をご確認いただいてご都合よければねぜひこちらにもお越しいただければいいんだが、今日は日常のね彼との関わりの中でこんな言葉を彼に言ってあげるだけで彼の気持ちこちらの方に向けること、あなたに対する恋愛感情を高めることができることもあるんじゃないでしょうか。そんな話ご紹介もしていこうと思っています。もちろんここでご紹介差し上げる話が全てのケースに当てはまるかというとそういうことでもないので、個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションにお越しいただくと新たな状況や環境そして心の状態をお伺いさせていただきながらより実践的なアドバイスをさせていただいたり、問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくことができます。これも下の概要欄説明欄にリンク出ています。こちらからホームページに飛んでいただくか、こちらにも同様のリンク出ていますのでこちらからホームページに飛んでいただいてご希望の日時ご入力いただいてお申し込みください。近畿の日程および年末年始、ご予約が大変数多くいただいておりましてご希望の日時のお予約取りづらくなっているので、できる限りお早めにねお申し込みくださいませ。ということで今日は男性が言われると本能的に好きになってしまう女性の言葉、セリフ代表的なものを7ついきたいと思います。そのうちの1つ目はこちらです。はい、好きとかね好きになりそうと言われればそれは誰でもね、好きになりますよねという話。好意の偏方性という言葉があるように、好意を向けられれば人はその向けてくれたお相手にその好意を返したくなってしまうんです。もちろんね、恋愛感情が湧くか湧かないかっていうところはお相手との関係性にもよるけども、ある程度の関係がね出来上がっていた中で、あなたが彼に対して好き、そんな言葉をね日常の会話の中に散りばめてあげていただく。もちろん彼に対してね好き、あなたのことは大好きだみたいなことをはっきり言ってあげていただくのもいいんだけど、それだとねちょっと重くなっちゃうかなということなのであれば、なんとかさんのそういう考え方とか好きだなとかね、なんとかさんの声ってすごく好きとか、なんとかさんの普段の考え方とかね、普段の振る舞いとかそういうとこ私結構好きだよねみたいなことをちょっと遠回しにね、好きって言ってあげるだけで、あそうなんだじゃあ俺も好きになっていいんかなという、自然な感情が芽生えるということがあると。そしてもう一つここでも言ってるように好きになりそうだ、好きっていうとねちょっと 重苦しくなってしまうんじゃないかなということなのであるならば、ちょっと私なんとかさんのそういう態度見てるとこのままだと私ちょっと好きになってしまいそうだとかね、いや好きになっちゃったらどうしましょう好きになりそうだわみたいなことを言われると、あそうなの、えそういうふうに思ってくれるわけ、じゃあ俺もちょっと好きになってもいいかな、いやぜひぜひ好きになってよ僕も好きになるからさというような、お互いねここはじゃあブレーキかけなくていいんだというような合意を作りやすいので、好きとかね好きになりそうというキーワードを彼に言ってあげるだけで彼はねそのまんまあなたに対してブレーキ離してねアクセル全開であなたのことを好きになっていくというそんなお話でした。さあそして2番目はこちらです。はい、大げさにね喜んであげていただきたいんです。男性女性問わず人は誰であれ群れの生き物である以上を、自分の存在意義をその群れの中で見出さないと生きていくことはできない、だからその存在意義を見出すために誰かの役に立てているという実感が欲しいんです。その実感は何によって得られるかというと誰かが喜んでくれるからなんです。誰かが喜んでくれればあなたも嬉しいと思うんですよね。それは彼だけではなくて例えば職場の仲間とか、お客さんとか、お客さんなんかが喜んでくれたりするとあなんかそれだけでこの仕事やっててよかったなっていうふうに思ってしまうこともあったりするじゃないですか。それは彼も同じで、あなたがね喜んでくれるあなたが、彼のやった些細な一言、何か発した言葉、そういうことも含めて喜ぶと、あ
俺なんか彼女の役に立ててる、あ彼女はなんか俺が何かすると喜んでくれるんだ、あ俺って彼女と関わってるとすごくなんか自己重要感が高まっていくんだ、じゃあちょっと彼女ともっと一緒にいたいな、彼女のこと好きだなっていう感情になっていくんです。だからね、些細なことでいいんですよ本当にね。コンビニでチョコモナガジャンボ買ってきてくれましたとかね、まあミスタードーナツでポンデリング買ってきてくれましたぐらいのことでも構わないし、まあ、本当にそこにある醤油を取ってくれたとかさ、砂糖を取ってくれたみたいな話でも全然構わないので、それをね手を挙げて大喜びをしてあげていただくと、それだけで彼はあなたから心を、まあ、話すことができないというかね、あなたのことばかり考えるようになるというか、あなたのことが好きでたまんなくなるというお話、まあ、同じようなお話ね、これまでこのチャンネルではずいぶんご紹介させていただいています、まあ、この辺りの動画でもねご紹介差し上げていると思うのでね、この辺りも参考にしていただくといいと思います。こちらに画像が出ていまして、こちらにリンク出ています、関連する動画は他にもいくつかご紹介差し上げているので、チャンネルご登録いただいて合わせてご覧になっていただければいいんだが、まあ、とにかくね喜ぶこと自体はそんなにね難しいことではないし、喜ぶことであなたが負担に感じることも何もないので、喜んだ方が彼も喜び、あなたの喜びをさらに増大するということで喜びましょうという、そんなお話でした。そして3番目はこちらです。はい、武勇伝をね語らせてあげてください。まあ、おじさんであればあるほどねこの話有効なんですけど、あんまりこう自慢できることっていうのはね年を重ねていくとそんなになくなっていくと、ある程度ねこう社会的に縛られる、ある程度守んなきゃいけないものもある、行動も制限されていく、その中でどうしてもねどちらかというと今の自分に対してまあちょっとストレスというかね、ちょっと自由を奪われてる感じの方が多いなっていうことを感じてらっしゃる方の方が少なくない。その中でも昔は俺良かったんだよ、それはね若かったからね、あの昔は俺こういうこともできたんだよ、いやそれ時代も違ったからねっていうふうに言っちゃえばそのまんまなんだけど、でもそういう昔の話をさせてあげたりすると大概喜ぶんでね。だからおじさんたちのさ飲み会とかってね、もう本当に20年前30年前の話とかを延々ね、もう毎回毎回同じように本当にね、繰り返しやってるんですよね。それをあなたからね彼に振ってあげていただきたいんです。もうねいつの話だっていう、まあ本当にサッカーでインターハイ出ましたとかさ、もう本当にね甲子園出ましたみたいな話とかを、まあ50人も60人もなってさ延々自慢してる人とかいたりするでしょ。まあそれはねちょっとまたこの話かってちょっとあなた思うかもしれないけど、それをね語らせてあげる。まあ若い頃にね、まあ営業成績良かったんだとかね、会社で結構俺は、輝いていたんだみたいな話とかも、またこの話とか思うかもしれないが聞いてあげる。まあ、そうするとやっぱり自分がねその時のように輝いていたような気分になれるし、自分を輝かせてくれるあなたに対してすごくねやっぱり恋愛感情湧くというか、まあ、本当にこう信頼できるというか、まあ、一緒にいてね、あ彼女と一緒にいると俺はすごく幸せな気持ちになれるな、なんかまた輝いてる気持ちになれている、あなんか俺あの頃みたいにまた輝けるかもしれないな、じゃあ付き合おうかみたいな話に、まあ、なっていったりするんで、武勇伝もねちょっとこれはなんかめんどくさいなっていうふうに思うかもしれないが、聞いてあげてください。そして4番目はこちらです。はい、まあ、今の話に関連するんですけど、うまくいったことの理由についてね、話をさせてあげてほしいんです。まあ、仕事であれ、まあね、プライベートなことであれ、彼が何かうまくいってたりすることがあったとするじゃないですか。まあ、なんでその選択をしたのか、なんでそう思ったのか、そしてなんで今うまくいっているのかという理由についてね、語らせてあげていただきたいんです。まあ、それは今すぐのことじゃなかったとしても、まあ、結構前のことでもね、今の一個前に言った武勇伝的な話でも、まあ、自分はその時何を考え、なぜそういう結果を導くことができたのかという話、まあ人は誰であれさうまくいった理由ってね、その内容人に語りたいんですよね。まあ、語りながらその選択をしていった自分自身をこう褒めてあげたかったりとか、その判断をした今の自分に対してそれをね誇りに感じてしまいたい、そう思うことがある。だからこそ、まあ、それはさ些細なことでいくと、まあ、パチンコのね台をなんでこの台を選んだんですかって話を聞くとさ、パチンコ屋でさもう聞いてもいないのに延々話してくれるおじさんとかね、まあ、競馬場行ってもさ、まあ、なんかたまたまねこう当たったその馬券がさなんでこれを選んだんですかっていうと、いやカクカクシカジがこういうねところを読み込んで俺はだからここをね選択したんだっていうことを、まあ、喜んで話してくれる人とかいたりするじゃないですか。まあ、そしてそういう話をさせてくれる人、あこれは俺のことをもっと知りたい人なんだ、あ彼女はもっともっと俺の話をさせてくれる人なんだ、あ一個前の話と同じようにね俺って話をしながらすごく自分が輝ける感じがするし心満たされる感じがするぞ、あそれはやっぱり彼女のおかげだし彼女のこと俺好きだなっていうふうにまあ思ってしまうことがある。まあだからそういうあたりでね、まあこの話もちょっとめんどくさいなと思うかもしれないけど、おじさんはね結構話させてあげてするだけで割とあなたの方に心がねコロッと落ちていくことがあったりするから、まあ、ぜひね、うまくいった結果をお話ししてあげてほしいって話はこういう動画の中でもねご紹介差し上げていると思います。こちらに画像が出ていてこちらにリンクが決まるんで、まあ、このあたりちょっと見ていただきながら、彼にね
まあ、なんかうまくいったことがあるんであればその理由について聞いてあげてください。さあ、そして5番目はこちらです。はい、あなたと彼の関係の中で彼が持っている役割について教えてあげてほしいんです。人は誰であれ群れの生き物だというお話はね、先ほど申し上げました。同時に男性はその傾向がより顕著であるし、その中で自分がどんな役割を果たしているかということを具体的に理解したいんですよね。理解しないと座りは悪いんですよね。自分はなぜここにいるのか、自分はこうしていることにどんな意味があるのか、だからこそあなたがね、いや私たちの関係ってさ、あなたがこういうことやってくれるから成り立ってるんよね、あなたがこういうことしてくれるから私いつもすごく助かっとるんよ、あなたがこういうことやったり、あ、こういうこと言ってくれたりするでしょ、それがね私にとってすごく知識になったりとか経験になったり、それが仕事に結構生かされてるんよ、なんて言われると、あ、そうなんだ、俺の役割はそういうことか、彼女に対してこういうことをしてあげたり言ってあげたりすることが俺の役割なんだ、あ、そうなん、そう、そしてあなたがね私のこといつも支えてくれてるじゃない、だから私はね毎日頑張れる、あ、本当、あ、俺の役割はじゃあ彼女を支えることなんだ、じゃあそうしていこうというふうに、まあ単純な話ではあるんだが、まあそれぐらい単純にね、言われると、あ、そうなんだということで納得してその役割に収まるんで、その役割にいた方が群れの生き物である以上楽なんですよね。だから役割がねよくわかんない、お互いなんとなく 50-50 でなんとなく私たち楽しいよねみたいなことでいたりすると、この関係って一体何なんだっていうことを時々ね男の人はふっと考えてしまう。まあ男性は割とね、まあ女性でもそういう方いらっしゃるけど、理屈で物事考えたりするんで、まあ理に合わないっていうか、まああんまり合理的な関係じゃないよねこれ、なんだとか思ってしまうと、ちょっともういいやこの関係っていうふうに思ってしまうことがあるので、逆にねあなたの方から役割を与えてあげて、私たちの関係はこういう理由で成立しているんだ、そしてその理由はあなたがこういう役割を果たすためなんだ、そして現にあなたはそれを果たしてくれているし、私はそれに満足しているから、この関係ってねもっともっと続けていきたいし、もっともっと深めていきたいんだというふうに言うと、あ、はい、ということで、まあ、あなたの言うことを、まあ、聞くようになり、その役割をね延々果たしてくれるようになるというそんなお話です。さあ、そして6番目はこちらです。はい、持ち物を褒めてあげていただきたいんです。まあ、もしくはもっといい方法があればねそれを教えてあげていただきたいんです。彼は持ってるね、まあ、ボールペンでもカバンでも名刺入れでもさ、まあ、何でもいいんです。まあ、特に服装ということでもいいかもしれません。それを持っているあなたってすごく魅力的だよね。あなたの持ってるその持ち物、それを選ぶセンスって結構いいよねっていうふうに言ってあげる。まあ男の人ってさ、割とね自分の感覚が正しいのかどうかってよく分かんなかったりもするから、女性はね割とこうファッションとか持ち物とか結構こだわり持ってねやってらっしゃる方いらっしゃったりするんだけど、まあ、男の人そうじゃなかったりするから、まあとりあえず当たり障りないいつも通りのスタイルでいようと思っている。まあそのスタイルが果たしていいのか悪いのかって分かんない。でもそれがね、いやあなた結構いいセンスしとるよ、あなた結構かっこよかったりするよなんて言われたりすると、あ、そうなの、結構俺イケてるわけ、あ、そこに気づいてくれるんだ、あ、結構好きだなっていうふうに、まあ、あっさり思ってしまうことがある。まあ、中にはさ、まあ、持ち物とか服装とかね、まあ、ものすごくこだわってらっしゃる方とかいるから、まあ、そういう人に余計なこと言うと逆に面倒くさいことになっちゃったりするから、そういう人はねあえて触らない方がいいとは思うんだけど、まあそんなにね、まあ特別そういうことを意識してるわけではないし、そこにお金かけたり時間かけたりしてるわけでもないような男性に、まあ、そういうことをねあえてポーンと吹っかけてあげていただくと、あ、それだけで、あ、そうなんだ、こういうことを見てくれてたりするんだ、あ、こういう細かいところを結構気に入ってくれたりするの、あ、そうなん、俺のこと結構好きなのかもしれないねこの人、あ、じゃあ俺も好きかななんていうふうに、まあ、あっさり思ってしまうことがあると。ただね、やっぱりあなたから見たときに、いやちょっとそれあんまり良くないなと思うことを、まあいいねっていう風わけにもいかない場合あったりするじゃないですか。まあそういう場合は、まあ、改善案っていう風に書いてありますけど、あのそのね、持ち物とかすごくいいな、私すごく好きなんだけど、でもそういう服装だったらこういう風にした方が良かったりするんじゃないとかね、まあ、こういうものを持ったりするともっとかっこよくなったりするよね、そうすると私もっと好きになるかもしれないよなんていうことを、まあ、ちょっと言ってあげる。まあそうすると、あ、なんだなんだ、そういうとこまで教えてくれたりするんだ。まあ男の人はねそんなこと自分であんまり研究しないし、またね女性からどういうふうにすると、まあ好かれるかとか気に入られるかなんてこともあんまり考えないし、まあ、考えたとしても答えが分かんないからね、それをあなたから言ってくれたりすると、それだけでやっぱりあなたという存在が貴重で大切な存在だから、まあ、なんとなくねやっぱり一緒にいて好きになっていくというか、まあ、本当にね、まあ手放せない人っていう風になっていくので、まあ、この辺も度合いの問題というか、さっきも言ったようにね、あんまりその辺こだわりすぎてるとちょっと逆に面倒くさいなっていう風に思われちゃうこともあるし、逆にね、あんまりそこ接続と面倒くさいことになるっていう男の人もいたりするから、まあ、程度問題ということで考えてみていただくといいのかもしれません。さあ、そして最後7番目はこちらです。はい、
興味や関心を、ね、寄せてあげてください。これはまあ、ね、男女に関わらず同性同士でも同じだと思います。自分の興味を持っているものに対してお相手も寄せてきてくれるようであるならば、あ、これ私に興味を持ってくれてるんだ、私のこと好きでいてくれてるんだっていうふうに感じるから、それだけで好きになる。そして実際に興味を寄せてくれるから、あ、同じ価値観、同じ世界観を持ってくれてる人なんだということが分かるし、それによって、ね、話が盛り上がっていくこともある。彼が読んでいる本、ね、あ、私もそれすごく興味あるんだ、まあ逆にね、興味がなかったとしても、あなたが読んでる本、今興味が湧きましたと、私もそれ読んでみたいなとかね、あなた普段どんなテレビやアニメ見たりしてるの、あ、こういうアニメは見たりしてるんだ、こういうテレビ見てるんだ、じゃあ私もね、それ興味あるからちょっと一緒に見ようと思うとかね、一緒に見れなくても今度俺私見とくからということで、実際に見て、見たよ、すごく面白かったよっていうことを彼にフィードバックしてあげる。まあそうするだけで彼は、あ、そうなんだ、興味寄せてきてくれてるんだ、あ、すごくなんか俺にね、近寄ってきてくれてるし、こっちにね、まあ、寄り添ってきてくれてるし、じゃあ俺も好きになってもいいのかなっていうふうに思うということもあるし、またね、同じ興味や関心を持つことができるならば、そこで話題も発展していくから、ますますね、その関係って強固になっていったりするじゃないですか。もちろんね、あなたが全く興味ないし、むしろ嫌いっていうものまで無理してね、そこに合わせる必要はないんだけど、まあでも、まあこれぐらいのことだったら私もちょっと興味あるし、ちょっと寄せてみようかなと思うことがあるんだったら、それをしっかりとね、言葉で伝えて、私もそれ興味あるんよと、そして実際にそれやってみたんよ、そしてそれに対して私こういうふうに感じたんよっていうところまでセットでね、伝えてあげていただくと、まあそれだけで、あ、そうなんだ、そこまで興味を寄せてきてくれる、そして話も盛り上がるようになったし、じゃあやっぱり彼女いいよねっていうふうに思うようになる。そのまあ逆バージョンね、まあ、男の人も、まあ、女の人に対してね、好きなお相手であるならば、自分から興味を寄せていくということもあったりするから、まあ、さっきも言ったようにね、これ男女という問題だけじゃなくて、いろんな場面でね、共通するお話なんで、こちらに画像が出ていて、こちらにリンク先もあるんで、まあ、このあたりの話ちょっと参考にしていただきながら、彼にね、興味を寄せています、そして寄せましたというところまで、伝えてあげていただくと、彼の気持ちはあなたの方に転がり落ちていくというお話でした。ということで全7項目ご紹介させていただいています。もちろん細かく上げていけばこの限りではないんだが、多くの場合男性はね、こういう態度を、そして言葉を女性から示されると、まあ、その人のことを好きになっていくし、まあ、少なからず嫌いになることはないですよねと。そして、ある程度ね、関係が良好に出来上がっている関係であるならば、その関係をより深めたりとか、あなたに向いている恋愛感情を、それをより強くさせることができるということ。結果ね、お二人の関係がそれで結ばれるかとかね、末永くお付き合いできるかっていうと、お互いいろんな条件があったりするから、一概にそこまでね、いく話かどうかはまだわからないけども、ただ入り口の時点でさ、さっきも言ったように彼の気持ちをもう少しこっちに寄せたりとか、彼の気持ちをもうちょっと高めていくということでは、まあ、そんなに負担もかからずね、そんなに大きな手間も、まあ、お金もかけずにできることだったりもするので、まあ、こんな気遣いを、まあ、日常の、ね、コミュニケーションの中でちょっと入れていただくだけで、彼はあなたのことを好きになるということなので、参考にしていただけるようであれば参考にしてみてください。現場からは以上です。